ジェームズ・フランシス・ゼービアー・オブライエンは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア出身のバスケットボール指導者。セント・ジョセフ大学を卒業したオブライエンは、2001年から、ディック・ピティーノの後任として、ボストン・セルティックスのヘッドコーチを務め、低迷するチームを2度プレイオフへと導いた。しかし、オフェンス展開の方針をめぐって2003年に、 GM に就任したダニー・エインジと対立するようになり、エリック・ウィリアムズ、トニー・バティラのトレードをきっかけに2004年1月に辞任した。苦しいチーム事情の中で結果を出していたコーチの辞任劇はセルティックス関係者に大きな衝撃を与えた。2004年オフシーズンに複数年契約でフィラデルフィア・セブンティー・シクサーズのヘッドコーチに就任したオブライエンは 一年目にいきなりチームをプレーオフへと導いたが、チームオーナーのビリー・キングが、ポートランドトレイル・ブレイザーズを途中解任された、モーリス・チークスの昇平を強く望んだために、契約年数を残して解任される形となった。2007年5月31日、10年ぶりにプレーオフ進出を逃したインディアナ・ペイサーズは、ディック・カーライルを解任し、オブライエンを新たにヘッドコーチとして、 チームを指揮。2011年1月に解任された。2012から13シーズンは、ダラスマーベリックスのアシスタントコーチとなり、同シーズン終了後に、コーチ業から引退していたが、2016年に、フィラデルフィアセブンティーシクサーズのアシスタントコーチとして、コーチ業に復帰した。ありがとうございます。